日本の温泉は素晴らしい。週末は温泉に行こう。Japanese hot springs are wonderful. Let's go to a hot spring on the weekend.近所のインターチェンジから大好きな岩手県へ GO。 何度も通過している花巻南インターチェンジ。湯川温泉四季彩の宿ふるさとに行く前に、マルカン百貨店であの名物を食べよう。ここじゃないんです。2015年12月のマルカン百貨店にタイムスリップさせていただきますわ。マルカン百貨店の映像は昭和生まれには懐かしいと思います。2015年当時は昭和感漂う懐かしいデパートでしたが、現在は結構ファッショナブルなフロアもありますよ。昭和感あふれるディスプレイにワクワクしちゃいますね。ここの名物のソフトクリームは当時180円でした。現在は230円になっております。約25センチメートル以上の高さを誇る名物の10段もあるソフトクリームは、作るのも運ぶのも卓越した技術が必要なんですよ。ソフトクリームは割り箸で食べます。つまんでパクって食べるのが普通ですね。すごいけど中身ほら空洞になってる。おい、普通逆だろ。お腹も満たされ、名物も食べたし、さあ、温泉だね。最高の湯が待ってるぞ。湯川温泉四季彩の宿ふるさとは、秋田自動車道湯田インターチェンジからは車で約 7km、 北上線ホット湯田駅から車で約 3km、 約5分走ります。山あいの渓流沿いに立つレトロモダンで和やかな温泉旅館です。
数年前の12月の雪が残る寒い日でしたが、源泉 100% かけ流しの湯で心身ともにポカポカになりました。湯川温泉、実は明治の文豪正岡子規もこよなく愛した温泉地なんですよ。このように西和賀町のホットユダ、ユイハウス、砂ユッコ、穴ユッコなどの温泉動画などがございますので、よろしければご視聴コメントよろしくお願いいたします。素敵な温泉に大満足。他の季節にも訪れてみたいです。Very satisfied with the wonderful hot springs. I would like to visit in other seasons. Thank you for watching until the end.